ちは。ご覧いただきありがとうございます。今回の動画は豊橋駅から名鉄名古屋駅まで名鉄特急に乗車していきたいと思います。名鉄線の動画は以前に名古屋から豊橋まで投稿していますので、ご覧いただけたら嬉しいです。名鉄線豊橋駅出発後、しばらくは JR 飯田線と共用で走行する区間となります。ご覧の JR 飯田線の列車本数はかなり少ないのに対し、名鉄のダイヤは JR との取り決めにより1時間に6本以上運転できない制約がありますが、ほとんどの時間帯で6本の制約ギリギリの列車本数を予定しています。今回乗車したのは豊橋駅10時15分発岐阜駅特急に名古屋まで乗車しました。豊橋駅名鉄線ホームに折り返し、岐阜駅特急になる名鉄特急パノラマスーパーが到着しました。名鉄線の豊橋駅ホームは広大な JR 線のホームに挟まれた空間にあり、1名1線のみの肩身の狭いホームです。ホームが1つしかないので、到着した列車は慌ただしく折り返しの準備を行い、すぐに出発していきます。前回パノラマスーパー展望席で豊橋駅まで来ましたが、今回は通常の特別車に乗って名古屋まで行きたいと思います。ご案内いたします。特別車の車内は青色を基調とした回転リクライニングシートで快適な車内でした。足元には固定式のフットレストが装備されています。大型の座席背面テーブルが備えられています。出発まで時間だったので、トイレの探検に来ました。清潔で快適なトイレでした。ドアを閉めます。ご注意ください。名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車特急岐阜行きです。この先高東岡崎新安城知立神宮前金山名古屋神宮宮の順に止まります。1号車2号車は特別車で座席は指定です。後ろから1号車、2号車の順で、1番前が6号車です。ビューチケットの指定番号をお確かめの上、ご利用ください。次は、高に止まります。Thank you for using the Meitetsu train. This is the Limited Express bound for Gifu. お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。ご利用の列車は名古屋方面一部特別車特急岐阜駅です。この列車の担当乗務員は運転士、途中神宮前までご案内いたします。次は高です。 JR 飯田線遅れの影響により、ご利用の列車は約3分ほど遅れて豊橋を発車いたしております。
列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。10時18分定刻より3分遅れて豊橋駅を出発しました。飯田線の遅れがダイレクトに名鉄線に影響するのが恐ろしいところです。この遅れは名古屋までほぼ回復することなく影響されていました。飯田線との併用区間が悪い影響となり、名鉄線に遅れが波及していく、まさにそんな状況でした。東海道本線と離れていきます。ちょうどこの辺りで飯田線との共用区間も終わりを迎えます。そしてここから先は名鉄名古屋本線へと進んでいきます。高駅で名鉄豊川線に乗り換えて豊川まで行けますが、ここではあえて放送はされていませんでした。これも共用区間の飯田線への忖度なのでしょうか。この駅で普通東岡崎行きにお乗り換えができます。お出口は左側です。特別車のドアは内側に開きます。ご注意ください。ドアが開きます。列車は名電長沢駅を通過しています。奥に見える高架の道路は東名高速です。列車の左側には国道1号線が走っています。この区間、日本の大動脈に挟まれて名鉄名古屋本線は走っています。Please transfer at this station. The stop after Shin Anjo will be Chiryu. 出口は左側です。
新安城駅は名鉄西尾線との接続駅で、特急は停車しますが快速特急は通過します。ドアが開きます、ご注意ください。ドアが開きます、ご注意。お客様にお詫び申し上げます。ご利用の列車は豊橋駅での JR 飯田線遅れの影響により、ただいま約3分ほど遅れて運転いたしております。そのため支流駅での10時47分発普通駅内行きは本日連絡を取りやめさせていただきます。大変ご迷惑をおかけいたします。豊橋駅での出発時刻の遅れが待避列車の遅れや接続列車の取りやめなど他の列車に影響を与えていきます。今回はたった3分の遅れでしたが、これが大幅な遅れだと多くの路線へと影響していきます。大規模な高架化工事中の地流駅に到着しました。ドアが開きます、ご注意ください。特別車のドアは内側に折りたたんで開きます。ドアから離れてお待ちください。太田川中部国際空港、方は宇都宮方面、常滑線、空港線、大和線はお乗り換えです。ホーム変わりまして3番線までお越しください。通過しました。まもなく神宮前に到着します。太田川中部国際空港、港和宇都宮方面の常滑線、港和線はお乗り換えです。神宮前を出ますと次は金山に止まります。Soon make a brief stop at Jingumai. Passengers changing to the Tokoname line and the Kowa line for Central Japan National Line. 合流してきた線路は JR 東海道本線の線路です。Please transfer at this station. 上から交差してきた線路は名鉄常滑線の線路です。お出口は右側です。開きます。ドアにご注意ください。ドアが開きます、ご注意ください。ドアが開きます、ご注意ください。まもなく神宮前駅に到着します。駅名の通り熱田神宮の最寄り駅で全ての列車が停車します。ドアを閉めます、ご注意ください。
JR 線の線路の向こうに見えるこんもりとした森のような場所は熱田神宮です。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。名古屋みそめ方面の経由駅です。中では2分ほど遅れております。遅れましてご迷惑おかけいたします。お礼申し上げます。次は金山に停まります。担当乗務員運転士川下翔の終点までご案内いたします。次の金山の出口は右側です。開きますと、道志元にご注意ください。各列車の道路は内側に折りたたんで開きます。ドアから離れてお待ちください。JR 東海道本線の線路と並走していますが、この並走は名古屋を越えて佐古駅の先まで続きます。常滑線と合流した神宮前駅から金山駅まで一駅だけですが、複々線となっていました。右側開くドアから手を乗せ待ちください。三車局五路線が乗り入れる名古屋駅に次ぐターミナル駅金山駅に到着しました。ドアが開き、ドアを閉めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。東海道線に到着した列車は特別快速大垣行きでした。豊橋をこの電車の6分後に出発しており、名古屋にはこの電車の到着4分後に到着します。私は下車し、近鉄に乗り換えます。とても快適な名鉄特急特別車両の豊橋名古屋間の旅でした。着席を約束された快適な席で車窓を楽しむあっという間の53分でした。これで特別車両料金450円はとてもお得だと思いました。先ほど到着した金山駅からは右側に JR 中央本線も合流し並走していきます。下を交差していった線路は並走していた中央本線の線路です。東海道本線も越えて一番新幹線に近い西側へと移動しました。東海道新幹線のぞみが東京へ向けて出発していきました。名古屋駅は地上にスペースがないためでしょうか。名古屋到着直前に地下へと潜ります。広大な JR 名古屋駅やそこそこの近鉄名古屋駅に比べ、名鉄の名古屋駅は3面2線の極細キャパの駅で、終日にわたってアクロバティックな列車さばきが行われていることでも有名です。
出発していったのぞみを追うようにこだまが出発していきました。名古屋駅が近づくとゆっくりと地下線へと入っていきます。出口は右側です。ご所行としますと右側の乗り継ぎ乗車側は左側の動画になります。開きますと乗車窓にご注意ください。特別車の動画は内側に折りたたんで開きます。乗車は晴れてお待ちください。名古屋の次は名古屋本線大宮に停まります。名鉄の豊橋駅は JR との取り決めが多くダイヤ上肩身の狭い駅でしたが、名古屋駅もまた名鉄の主要路線のほぼ全てから列車が乗り入れ集中するため一日を通して混雑していますが、特に朝夕のラッシュ時はカオスな状態になっています。豊橋駅から53分、とても快適な名鉄特急特別車両でした。名鉄の名古屋駅はとてもたくさんの列車が次々同じホームに到着するので、ゆっくり停車している時間はありません。お客さんの徐行が終わるとすぐに扉を閉めて足早に出発していきました。今回の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。